こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、ドツキサングラスに向きます、大きめのメガネフレームのことでちょっとお話したいと思います。ドツキサングラス、サングラスね、やっぱり度数入ってる方がやっぱりね、あれですよね。例えば前掛けとか上に掛けるのもありますけど、最初から度数入ってるのがやっぱり目がとしては見やすいというか、そういう、メリットありますよね。それでですね、今回ご紹介するのがちょっとこれですね、ちょっとこう大きめのタイプなんですよね。天地の少しある、こういうのが、ね、やっぱりサングラスに向くんですよね。これ小さめよりですね、ちょっとお待ちくださいね。というか、こういう小さいのよりやっぱり少し大きい方が、やっぱりサングラスとしてはかなり目も保護してくれるっていうその感じありますので、こういうタイプとか少し天地ある方が、天地縦ですね、ある方がよろしいと思いますね。こういうのとかね、あとこういうタイプですね。これナイロールになってますけど、これも少し大きめでございます。これにちょっと、例えばちょっと濃いめの色もし入れられるんでしたらね、女性でしたらこういう、ちょっとこれ、もうちょっと若干入ってますけど、こういうような色を入れるとか、あとは少し本当に濃くされるんでしたら、こんなグレー系の、こういう場合もありだと思います。これちょっとね、こう宝石入った、ルビー入ってるんですよね。ルビーとちょっとダイヤ、ちょっと高級フレームなんですけど、こういうタイプにこういう、例えば、こういう色を入れたりとかですね。いろんなタイプありますので、ぜひこういう天地のあるタイプ、たくさん在庫しておりますので、ドツキサングラス、これから夏に向けてぜひご検討のほどよろしくお願い申し上げます。